こんばんは。今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。どうも。今日はですね、聞きたいのは、28日に黒田さんが、はい、会見をして、量的緩和は継続しますっていう話があったんですけど、これについてお話を。多分マスコミにしたら意味が分かんないんだと思うんだけど、緩和なぜ継続するのかって。おそらく円安になってるから、円安になるから大変ですよって、そういう多分言い方なんだよね、はいはい、だからマスコミにしたら相変わらず円安になる と、朝日新聞かなんかは中小企業は大変ですとか、それとあと、日経新聞かなんかでもなんか輸入がコストが高くなって大変ですとか、その話ばっかりを書いてるんだよね、はいはい、だから円安になると大変だって言うんだけど、実は円安ってなると輸出業者とかすでに海外にもう、事業展開してる人はすごく得になるわけね、うん、でどっちが得になるか損かって話なんだけど、まあ、中小企業は輸出がなくて輸入ばっかりだから中小企業は一般的に損なんだけど、大企業の方になると輸出が多いから、実は円安になるとすごくあれなんだよね、収益上がるんだよね、うん、それで合わせてみると、だからこれは黒田さんが記者会見なんかでも繰り返して言ってるけれど、全体で見ればプラスになりますとはっきり言ってるわけね、うんうん、でこれはなんか安倍さんもはっきり言ってるし、で全体でプラスっていうのは数字で言ったらいいんだけど、 10% が円安になったら 0.2 か 0.5 ぐらい GDP 上がるのかな。それは理屈は簡単で、輸出してる方の企業の方が世界市場で競争してるからエクセレントカンパニーが多いだけなんだよね。だからエクセレントカンパニー多い方にメリットを与えた方が国全体の GDP は伸びるって、そういうふうな話になるわけ、はあはあうん、だからもうこれはどこの国も一緒なんだけどね。でも相変わらずその、金融機関は実はちょっと金利上げたいから、要はもう国民生活と関係なく金融機関のエコノミストは円安けしかなんてすぐ言うんだよ、はい、でそれなんだけど、要は円安とかいうのは、まあ、金融政策の結果で決まる話だから、2つの国の金融政策の結果で決まるから、はっきり言って為替なんてもう本当は気にしちゃいけないっていうことが正しいんだけど、まあこの為替を気にして利上げするなんてロシアのバカなことをやったけどね、それと同じようなバカな人が日本の国内にも多いってことだよ。だからこの話はもう本当におかしくてしょうがないんだけど、相変わらず工藤さんの前でも円安の話してるんでしょ。そうですね、そうそう、だからあんたねって言ってね、円安って金融政策の結果で円安の方がプラスになるって何回言っても分かんないのっていうことで終わるんだけどね、うんまあ、そういうのは相変わらず分かんないマスコミがたくさんあそこにいるんだよ、日銀クラブには。日銀クラブなんですね。日銀クラブってのあって、はっきり言うとね、経済部の中で、財務省担当は財検っていうんだけどね、あと日銀担当のは日銀クラブっていう名前がついてるの。ああそうなんですね。それでそれぞれ経済部の中ではエリートコースなんだよ。だから財検のキャップとか、あと日銀クラブのキャップやると結構経済部の中でエリートコースなわけ。エリートの人たちがそんな分かってないんですか。だからね、エリートなんてのはね、新聞記者のエリートなんてのはもうどうしようもない人ばっかりだよ。あえて言うとあれだよね、新聞記者なんか なった人ってのは大学の時に勉強できなくて、もう公務員になれなくてなった人が多いんだよ。そのレベルだから、だから全然分かってなくて、このくせね、ちょっとね、ほら、自分の書くのが社会的影響力なんか出るとさ、なんかさ、自分が頭が悪かったことを忘れちゃって、いろんな、組み立てたくなるんだよ、このマスコミって、そんなもんだよ。だからもう、全くこの金融政策の色が分かってなくて、それで、記者会見の方のあれでしょ、除く生鮮食品、除く生鮮食品総合で、はい、なんか2位近くなるなんて言ってたわけでしょ。覗かないやつで 1.9 で2じゃないかって言ってましたね。総合で、はい、総合っていうのはあんまり 見ちゃいけないんで、本当はだから覗く生鮮食品、覗く、エネルギーで見るのが普通なんだけどね、うん、だからそういうので見ない、だから分かってないんだよ、どこ時計見るかって。ただこれは総合っていうのと覗く生鮮食品っていうのと覗く生鮮食品とエネルギーっていう、はい、まあ、最後のがコアコアって言って一番重要なんだけど、まあ、それは2006年から総務省で私いた時から発表したんだけど、マスコミの人全然頭入んないみたいだったよ、はい、
頭に入んないんですか。だって3つだから頭入らないじゃん。一番最初にしか頭入らない。ああ、そうなんだ。ことの典型なんだよね。だからもう、わら、せっかく資料出してるのに見ないで、わら、もう、追わないですよ、正直言うと。要するに、除く生鮮食品と除くエネルギーで、長期的に2を超えると、引き締めになるんだけど、うん、引き締めっていうのは金利を上げになるんだけど、はい、そんなに当分ならないからね。だからもう、これはもう、金利を上げないっていう、選択しかないんだよね。そうなると読みやすいから円安がそれよりなるってだけなんだけど、円安になったからといって GDP 上がるから全然悪くないって終わっちゃうんだよね。だからそこは分からないんで、まあこれはね、頭の悪さっていうのも あるんだけど、一方でね、今の岸田政権っていうのはアベノミックスという安倍さんと菅さんがやってたのをちょっと批判したいからね。だからそういうふうなバカな質問っていうのは結構強要してるってところもあるんだよね。そうなんですね。要するにそういう批判をしておけば自分に有利だというふうに岸田政権で思ってるんだよ。だからもうここもお里が知りちゃうんだけどさ、はっきり言うとね。へえ。だからそういうふうな政治力学もあって、そういうふうなバカな質問っていうのがあんまりバカだねって言われないで、いろんな、ところで流れてるっていうのがあって。あ、そうなんですね。そう、それはだからアベノミクス批判だよ、はっきり言えば。あ、岸田さんはなんでそんなに安倍さんが嫌なの。要するに安倍さんのやってることと菅さんのやったことは否定したいの。え、なんでですか。で、なぜかっていうと、まあはっきり言うとあれだな、安倍さんがちょっと右寄りだからね。だから、ね、変な否定したくなって、だから毎日朝日が安倍さんを否定するのと安倍のミックスを否定するのとそっくりなんだよ。へえ、あ、そうなんですか。そう、まあ毎日朝日までひどくはないけれど、まあ岸田さんっていうのは自民党の中で左だからね、やっぱり安倍さんやってることはみんな否定したいんだね。岸田さんって安倍さんに可愛がられてたんじゃないんですか。全然違うよ。あ、そうなんですか。全然違う。当選同期でね、安倍さんの方がずっと先に行っちゃってるから。はい。うん。あ、そうなの。で、外務大臣とかやってもらう、あれはあれだよ。閣内に入れてた方が、反撃してこないからね。そういうことなんですね。うん、そうそう、安倍さんはそういう人事をよくやる。だから、林芳正さんもよく中に入れたでしょ。ああ、はいはいはい。うん、あれはそういうことなんですか。そうそう。それで外務大臣になって、最後は、総理の方が、全部、上書きできるから、だから、そうでしたね。防衛大臣とか、他のやつだと時々ちょっとできないってことがあるんだけど、外務大臣は結構、安心してやらせられるんだよ。確かに安倍さんの時の外務大臣って影なかったですもんね。あるわけないじゃん。そうです。だから、そういうふうな安倍さんは、まあ、うまい政治家の操縦術を実は心得てるから、だから、林さんなんかも、もう、本格大臣にさせないで全部ショートリーグだったでしょ。ああ、そういうことなんですね。うん、だから、それで岸田さんなんて別に外務大臣ずっとやってて、全然、よくわかんないし、あれだよね。軍艦島の時なんか、韓国にやられちゃってさ、これであれ、はい、あれだよね。それじゃダメだろって言ってさ、ひっくり返した感じだからね。そうですね。だからもう、岸田さんなんか全然、まあ、聞いて、なんていうかな、外交なんて安倍さんの足元に及ばなかったから、だから安倍さんは、安心して任せておいたんじゃないか。そういうことなんですね。そう。でも、ということは、岸田さんがこのまま続いたら、アベノミクスと逆のことをやるってことですよね。それが明らかになったのは、この番組で言った、日銀、審議員が今度、原さんって人に変わったから、あれ財務省のことだよね。はい。次は、まあ、日銀の番なんだけど、雨宮っていうのは、今の副総裁。私、はい、学生の時はよく知ってるやつだけどさ、で、あともう一人、候補って中曽ってのがいて、はい。中曽もよく知り合いだけどね。まあ、中曽って旧日銀の白川理論のもうコピーみたいな人。これで、あとは、雨宮やってんのはね、その時の政権に全部したのってやつで。ああ。うん。だから、黒田さんの時には黒になるけれど、今度、岸田さんになったら、全く岸田さんの言う通りになるんだよ。へえ。という感じのやつだから、多分どっちになっても、まあ、金融引き締め基調になる。だと思うよ。そうなんですね。うん、これもう政権が変わらない限りそうだってことですね。政権が変わらない限りこれは仕方ないっていうか、まあ、そういうもんだね。
だからかなりあれだよね、あの株式市場の人にとってはちょっとつまんないと思うけどね、株上がんないよね、うん、なかなかレポートがね、うん、ずっと下がってる感じですもんね。そうそうだよ、あの要はあの金融引き締めするとあの将来の景気が良くなくなるだろうって予測できるから、それを先取りする株価ってのは上がんないですよ、うん、なるほど、うん、簡単な話、株価っていうのは先行指標の方だから、要するに先を見てるから上がらないんですよ、うん、そうか、まあ、この番組でも言ったけどね、地方指標っていうのはあの良くなってるんだけど、はい、あれは前の、 あの須田さんの貢献なんだけどね、はい、分かりやすいですね、そういう意味では。もう分かりやすいんだよ、そうやって。だからもうあの今円安だ円安だって言ってる人ってのは亡国論者だよ、はっきり言えば。ああそうなんですね、うん、円安なんて本当は逆に喜んでね、あの、うん、海外から見れば日本が円安にしてるのは腹が立つから、はい、海外から文句が来るって時はあるんだよね。あのこれ近隣急防火政策って言うんだけど、はい、自分が儲けて、はい、あえて輸出で儲けてっていう話だからね、うん、海外から文句が来るんだけど、はい、国内から来るのは日本が面白いところだよね、はい、そうですね、変です。だって何年か前円高で困ってるってずっとテレビで言ってましたよ。全くそうだよ、だから円高になってあれでしょ、なんだっけな、白川日銀の時に大変だ、はい、民主党の時には悪夢のようなって話があったでしょ、はい。それは結構正しいんだけど、もうはっきり言ってマスコミ関係ないんだよ、はい、こうやってさ、その時のその時の流れでさ、正しいことも言ったり間違ったことも平気で言うんだよ。前のことは忘れちゃってるってことなんですか。あ、もちろん小鳥のだから小鳥に前覚えとけってのは無理でしょ。だからもうあのここで何回も話するけどさ、金融政策っていうのは失業をあの低めるためにやるなんて話なんか全く分かんないで、うんうん、もう金融機関から話聞いて、金融機関は為替が安くなってて金利が低くて大変ですって言うからね、うん、あの金利を高めるような政策ばっかり求めるんだけどさ、うん、それそのまんまあれでマスコミの人って取材によればっつってさ、あのバカなさ人っていうのは一部の話だけ聞いてさ、それ喋るわけよ。そうなんですね、困りましたね、全く。お前困った人だけど、でもこれが現実だからね。わかりました、はい、はい。ありがとうございました。はい、どうも、はい、お疲れ様。メンバーシップを始めましたので、よろしかったらぜひ登録をお願いいたします。